皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。最近髪を切りました。はい、ということで、なんか最近ちょっとこうなんで髪を切ろうと思ったかとか、まあ髪を切ってからね、ちょっともうメイクの感じが少しだけ変わったので、あのお気に入りのねアイテムを使ってメイクアップしていくので、ぜひ参考にしてみてください。はい、では早速メイクしていきます。まずベースメイク、日焼け止めはこちらを使っていきます。アスタリフトのものなんですが、これは数年前めちゃくちゃハマって毎日使っていて、動画でよく使っていたんだけど、最近は使い切ってしまってからちょっとリピートできてなかったんだけど、久しぶりにやっぱこれ使い始めてからすっごくいいなっていうのを再実感して、あのまた使うようになりました。アスタリフトってあの富士フイルムがね出している化粧品っていうことで、富士フイルムってもともとねカメラの会社なので、その技術を、まあ、医療とか美容とかこういうところに落とし込んでいるんだけど、やっぱね研究と技術がもうものすごいんですよ。聞けば聞くほどすごいブランドだなって思うんだけど、その技術を使ってしっかりねこの紫外線対策をしてくれる私たちにねぴったりな日焼け止め使ってくれてるんだけど、なんかね研究結果を見せてもらった時に、この紫外線をどれだけしっかり本当に防御できてるかっていうものを研究結果で見せてもらった時の信頼度がすごくて、最近ねやっぱ使用感もいいし、そういう意味でも日焼け止めって実際にどれだけこうカットされてるかって私たちの目には分かんないんだけど、すごく信頼できるブランドだなっていうところでまた戻ってまいりました。こんな感じで、でもこれだけで綺麗なトーンアップしてツヤ肌に作ってくれてます。でもこれだけでもう日焼け止めとトーンアップできてるので、このままこちらのコンシーラー塗っていきます。最近は、まあ、メイクがベースメイクが本当にね前よりももうすっごく薄くなりました。なんか前はすごい作り込んで綺麗な肌に見せるのが自分の中ではすごい好きだったんだけど、最近はまあちょっと透けていてもいいんじゃないっていうぐらいのヘルシーさ、なんかナチュラル感が自分の中ではブームというか、なんかいいんじゃないかなと思って、ちょっとあまりこう作り込みすぎない、どこか透け感があってまあそばかすとかシミとかシワとかまあ見えててもなんかいいんじゃないっていう感じのメイクをしたくて、少しだけね軽く作っていきたいと思います。そうっていうのも、まあ、最近ねこう髪を切ったじゃないですか。これが、まあ、ちょっと今言ってる話と同じなんだけど、なんか自分の中でこうヘルシーさみたいな、なんていうのかな、着飾りすぎてないナチュラルな感じをすごく求めていて、なんか思い切って髪を切りました。こちらのインフィのファンデーション塗っていきます。これツヤツヤに見えてカバー力あるのに、軽くて自然な感じなんだけど綺麗にカバーしたいっていうね、まあ、大人の方にはすごいねぴったりかも。そう、この髪がねロングの時って、まあ、ちょっとロングにしてるのも、まあ、ちょっとこう女性らしいなんか綺麗な感じ、あとはこう髪を綺麗にできる手段として、その宿毛矯正をかけてどれだけ綺麗に髪の毛伸ばせるかなとか、まあ、いろんな気持ちがあって伸ばしてみたんだけど、いい意味でも悪い意味っていうかね、私の中ではちょっとこうなるかっていうのが、やっぱロングヘアって女性らしさ感、女っぽさが嫌でも増すので、嫌でもって言い方もあれなんだけど、ヘルシーになりたい私にとってはちょっとこう女性度が勝手に上がってしまう要因だなと思って、まあ、ちょっとまあ今回切ることにしたんだけど、そうだから、まあ、逆にこう女性っぽくなりたい、女っぽくなんかこう色っぽくとかね、そういうところを狙ってる方ってやっぱすごいロングヘアってすごい素敵だからいいと思ったんだけど、なんかね最近その私ファッションもちょっとこうカジュアルなものが多くて、まあ Y2K の影響とか、なんかちょっとまあ最近今日もそうなんだけど、ちょっとシースルーのお洋服着る時とかに、ロングヘアでたまにこう髪の毛巻いたりするともう本当に女っぽすぎてちょっとこう色っぽさが前に出すぎちゃうなっていうのが、
そのファッションとのバランス取るのが難しいなって思ったところで、そうそう、だから本当に逆にこう女性らしくなんかこう綺麗なお姉さんみたいな感じにしたい方にはやっぱロングヘアってすごい強いなって思ったんだけど、なんかね、昔その美容師さんに聞いたのが、水分を含んだものってやっぱこう生命力、色気と直結してるんですって。から、まあ、ちょっとあの私たちね、リップとかもしっかりグロス塗ると結構こうツヤツヤで色っぽいお顔立ちになるじゃない。はい、お粉はこちら塗っていきます。これもね、すっごいもう美容成分たっぷりだから日中ケアしてくれるすごい軽いフェイスパウダーです。その水分っぽさを自分の中に取り入れるとやっぱこう色っぽさって上がるらしいんですけど、髪の毛って7割から8割ぐらいが水分でできているから、やっぱりこう顔周りにこのこう髪があるっていうのは色っぽさを増せる手段なんだって。だからやっぱ最強なのはこう直線じゃなくて曲線、巻き髪にしてこう潤いで満ちたこういうツヤ肌を作ると、あのすごくこう色っぽい雰囲気が出せるっていうのはそういうことらしいんですけど、だからまあ逆に言えば私はそのヘルシーさを足したいので、まあ、こういうシースルーだったりね、肌見せを最近したいっていうところでバランス取るためにこう分かりやすくこうパツッとしたラインのこういうヘルシーに見えるボブにしました。なのでまあメイクが何が大きく変わったって、まあベースメイクは最近やっぱツヤ肌が大好きなんだけど、これからの時期ねやっぱツヤツヤにしてしまうとちょっと花粉がべっとりつく感じがして、少しまあふわっと今みたいにお粉でふわって全体したりとか、ファンデーションもピタッと密着系のでもこうハイカバーすぎない自然に見えるもので、中にこういうツヤが出るものを組み合わせたりとかして、そんな感じのベースメイク作ってます。で続いてはその目元、全体的にちょっと最近ヘルシーなオレンジメイクが好きで、そのヘルシーって最近のテーマがヘルシーみたいな感じなので、そんな感じのねアイメイクをしていきます。とまずアイホールにこんな感じのちょっとこう締めるようなカラーで、ちょっと深みが出るおしゃれカラーですね。これをこういうブラシ、ふわっとしたブラシでアイホール全体にまず入れてきます。これマットなタイプでラメ感はねあまり感じられないタイプです。これねナンズのブラシなんだけど、ほんと失敗しない、誰が塗ってもこの透けた感じのベース塗れるのですごいおすすめです。こんな感じでまずこうベースにマットな質感を入れます。これはまあちょっと涙袋をやっぱりこうさりげなく少し足したいので、それの影になるように下地って感じですかね。こんな感じで塗っていきます。はい、続いてはこちらのインウィの03番塗っていきます。このねインウィっていうブランドが、まあ、資生堂のブランドなんですけど、ラメ感がすっごい綺麗です。でカラーもなんかこう肌に馴染む、なんかこう自分の個性、骨格だったりとか持っているカラーを引き立てながら、このアイパレットカラーでさらにこう色付けしていくっていう感覚なので、色はねそんなにドンと乗らないんだけど、このラメ感でこう光の感じとかでこう目元をねすごい綺麗に見せてくれるようなものです。なので、まずベースにはマットなものを塗って、次にこちらのカラーをしっかり塗っていきます。めちゃくちゃ綺麗なんですね。なんかわざとらしくないのにこう深みと自然なこうオレンジカラーが乗る感じ、ちょっと外に反応でした。こちらのカラーでちょっとこう太めのアイライン引くぐらいの感じで描いていきます。続いてこちらのメタルペンシルで涙袋を作っていきます。涙袋を作るっていうよりはここにハイライトを、まあ、足すっていう気持ちで少しだけね、こんな感じで
します。気持ち緩やかカーブで、こう根元からギュンって上げてるわけではなく、こうね、滑らかにカールしてるようなまつします。そしたら最近はもうブラウンではなく、こういうちょっとグレッシュなアイラインで、目尻をしっかりね、長さは出していこうと思います。ここにね、長く見えるように、ちょっと下まぶたにちょっとこちらのこのカラーを涙袋のハイライトで使っていきます。はい、あとはまあちょっとバランス見ながら、もしかしたらアイカラーね、カラー足していくかもしれないです。続いてはアイブロウ、こちら使っていきます。先をね、このカラーでしっかり眉毛をこうオレンジ色に染める感じがすごい気に入ってます。まずね、この一手間なんだけど、一回こう軽くティッシュオフしてあげることで、ドバッとね眉毛につかないそうなので、必ずこれやるようにしてます。はい、こんな感じでちょっと引き上げてあげて、ね、反対逆にこう逆立てて、毛の中までねしっかり色を入れてあげてから、毛流れに沿って感じです。こんな感じで塗れたら、もうちょっと私はみ出しがちなんだけど、そういう時はもうスポンジとかね、コンシーラーとかで綺麗にしてあげます。はい、でこんな感じで眉毛結構本当にあるので、こう色がつくとなんかそんなにこう、なんだろう、毛がないところが目立たなくなる感じがしてるんだけど、まあ、ちょっと足りないところはこういう感じの、涙袋を描くときに使うようなこういう薄いペンでちょっとだけ足してあげる感じ。リップもなんか最近の私のメイクでは絶対欠かせなくなったこのリップペンシル使っていきます。はい、こちらはセルヴォークのものです。03番、このカラーを使って、ちょっとねこうふっくらした唇目指したいので、あとはここの陣地を近づける意味と、下唇がね、ここがこれ唇だったのかな、それともちょっと年齢のせいでここの境が曖昧にくすんじゃってるのかわかんないんだけど、ここも下唇もこうぷくってした方が可愛いなと思ってるので、まあ、ここ描いて作っていきます。まずはね、上唇のここの山を潰してもいいから、このぐらいしっかり山をこのペンシル1本分ぐらいちょっと プラスで取っていく。これだけでももう全然違くないですか。こうやって描きづらい人はこうやってやりながら、でここに、でまずこの下唇をこうふっくらさせるために、まずここガイドラインみたいにして取ってあげる。でここつなげる。
こんな感じです。で、まあ、このままガンと塗っちゃってもいいし、ちょっと丁寧にしたい人はこういうリップペンシル、ブラシとかでもちょっとぼかして、ちょっと軽くぼかしてあげて、ふわっと輪郭もね取ってあげながら、はい、このカラーすごい気に入ってね、よく使ってます。リディアの02番、こちらをちょっと結構しっかり出る色なので、こんな感じで、はい、こんな感じでね、しっかりカラーのせていきます。で、まあ、このリップだけでももう十分好き、可愛いし、ちょっと潤い足したい人はこのね、セルヴォークのこちらの春の新色めっちゃ可愛いので、これをこちらの山、この中心にね塗ってあげるっていうのめっちゃ可愛いです。はい、で最近急に使用頻度が高くなったこちらのティルティルの、ハイライトチーク、これがねすごい可愛いので、じわっとこの目の下、こんな感じで入れていきます。でこれ結構本当にツヤツヤで、光を受けやすいので、なんか私みたいにここの毛穴気になる人は下の方にのせちゃうと結構毛穴拾っちゃう、毛穴落ちみたいになっちゃうので、広めに入れたい人はここにちょっとパウダーのチーク重ねてあげてもいいと思います。ちょっと今日みたいにこう高めの位置だけだったら、まあ、このままでいけるかなっていう感じなんですが、内側までね、こんな感じジョワーンと入れてあげます。どうしようかな、ノーズシャドウを入れるか、まあすごく悩むんだけど、なんかノーズシャドウ影入れないでこのちょっと平べったい顔もいいかななんて思いつつ、このハイライトはしっかり入れます。こちらのねエナモルのこの01番のシャンパンクォーツがこういうメイクにもうめっちゃぴったりなので、これを、まあ、高い位置と、まあ、筋入れたいところに入れていくんだけど、あのねこういうメイクにすごい自然に馴染むので、まあ、ちょっと鼻筋にスーッと、まずはここの位置と鼻のこの高い位置、ここってなんかここにハイライトあると若さの象徴なんですって。なんでちょっと入れてチークの延長をここにもちょっとツヤツヤって見えるように入れます。はい、こんな感じでメイクが仕上がりました。こんな感じで仕上がりました。少しねこうオレンジを主役にした、自分の中では、ま、ヘルシーと言ってもそこまでもっと引き算できる部分もあるかなと思うんですが、ま、毎日メイクとしてねこのぐらいの感じで、あの最近お気に入りのメイクのご紹介でした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。